前坂俊之は、日本のジャーナリスト、ノンフィクション作家、評論家、歴史研究者、静岡県立大学名誉教授、立教大学社会学部講師、株式会社毎日新聞社情報調査部副部長、静岡県立大学国際関係学部教授などを歴任した。慶應義塾大学経済学部に入学。 1969年4月、毎日新聞社に入社。1993年4月に、静岡県立大学国際関係学部教授に就任。1995年からは、大学院国際関係学研究科教授兼務。2009年3月に定年退官。2009年、現在は、首都圏を拠点に活動を行うジャーナリスト。 ノンフィクション作家である。1943年10月、岡山県岡山市政。1962年3月、岡山県立三沢山高校卒。1963年4月、慶応義塾大学経済学部に入学。1969年3月卒業後、毎日新聞社に入社。1973年に、八つみ事件を取材し、 サンデー毎日に、八つみ事件の全身をそう、を発表。これをきっかけに、日本死刑白書、冤罪と誤飯、誤った死刑の、司法の犯罪を追求する死刑、冤罪三部作を発表した。続いて、国家犯罪としての戦争とメディアの関係に焦点を、移して、戦争と、新聞1926から1935、平和狂気なり、戦争と、 新聞1936から1945、小トロ西して国ついに滅ぶ道、1993年を刊行2007年に講談社学術文庫からこれらを集大成した太平洋戦争と新聞を刊行した。毎日新聞では、大阪本社阪神支局、京都支局、東京本社情報調査部副部長を経て1993年4月。 静岡県立大学国際関係学部教授に就任。95年に大学院国際関係学研究科教授兼務。同大ではジャーナリズム論、メディア論、国際コミュニケーション論。2009年3月末で静岡県立大学国際関係学部教授を退官最終講義は グローバリズムで沈没中のガラパゴスジャパン -2030 年に日本は生き残れるか。以後、日本記者クラブなどをベースにして、ジャーナリスト活動に専念。2011年の3.11日の大震災、福島原発事故をきっかけに、脱原発のキャンペーン、日本のメルトダウン阻止するためにも、動画発信が不可欠と思い、ビデオジャーナリストに転身、ソーシャルメディアで、 地球の中の日本、世界史の中の日本人 YouTube で、日本の最先端技術、見える化動画などの動画情報発信力を強化している。YouTube 公式、前坂敏幸チャンネルは2011年3月11日以来から、初めて、2020年6月末までに合計1万500本以上の動画コンテンツを発表。 その主要なコンテンツは、1、政治外交、経済社会問題などの座談会に脱原発、廃炉までの長期プロセスの継続的な報道。2011年3月16日から、速報、日本のメルトダウンを食い止めるぞ。日本のメルトダウンとして2014年4月21日まで536回、記事動画で連載した。 に、東京ビッグサイト、幕張メッセの国際展示会を、ビデオ取材して、日本のものづくり、ロボット、モーターショー、IT デジタルショーなどを、日本の最先端技術、見える化チャンネルとして配信。その合計動画コンテンツは500本以上。産午前中にはブログに1本以上の記事を書き、午後からは、毎日のお散歩ビデオを撮る。鎌倉の神社、仏閣。 歴史、文化財、街並み、豊かな山々、森林、海岸などを散歩しながら、ビデオ撮影し、鎌倉小路百選、湘南ブラブラ散歩、鎌倉かやッ釣りバカ日記などを連載中。単著編著。ありがとうございます。